公私混同のクジラ。皆さんこんにちは、トミックです。クジラには食べられる部位がいっぱいあって、で味も部位ごとに違うというのをね、過去の動画で、まあ、何回かやってきました。そしてその中でもね、クジラの脂身の部分っていうのはね、めちゃめちゃうまいんすよ。ただ一つ、その脂身にはね、欠陥があって、それは何かというと、噛み切れないんですよ。すごくうまいんだが、噛み切れない。噛み切れるようにするためには、どうしたらいいかっていうと、まあ、クジラベーコンにするために煮詰めたりとかするんですけども、やっぱりね、薄切りじゃないと、ちょっと食べにくいんですよ、クジラベーコン。ということで、今回はですね、クジラの脂身をどうにかして噛みちぎりたいということで、クジラのうね酢を買ってきました。動画でね、何回も説明しています。クジラのこの部分は、よくイラストとかである、この線の部分ね。ということで、今回もやってまいりました。うね酢でございます。クジラベーコンっていうのは多分うね酢を使うんですよね。うね酢を使って加熱してベーコンのようにしていくんですよ。で、それをこうスライスしていくと。よくこういう形のスーパーで見かけるでしょ。それが、このクジラのここの部分ね。ということで、どうやってじゃあ食べていくかっていう話なんだけど、過去に何回もやって分かってることがあるんですよ。長時間煮込むと、どんな肉でもホロホロになり、どんな肉でも柔らかく、そして美味しく食べられる。だったら、このクジラのうね酢も長時間煮込んでしまえば余裕で噛み切れるんじゃないかということで、今回はですね、クジラのうね酢1日がっつり煮込んで食べていきたいと思います。まずはですね、このクジラのね、うね酢お刺身で食べたいと思います。まずうね酢というものはね、刺身で食わんと意味がないんじゃ。脂身の部分めっちゃ多くね。これ全部煮込んだ方がいいな、これ。これ絶対に噛み切れないよ。刺身で切るときは本当に噛み切れないんで、めちゃめちゃ薄く切ります。もうこれでもかっていうぐらい薄く切るんですよ。めちゃめちゃ噛み切れない。もうこれぐらい。薄く切る。 LINE スタンプ第2弾好評配信中。 LINE で友達になってくれ。すごくね、食べにくいんだけども、なんだろう、癖になっちゃうっていうか、また食べたくなっちゃうんだよね。脂身も切りにくいんで、基本半解凍の状態にしてカットします。その方がめちゃめちゃスライスしやすいんだよ。刺身はちょっともう十分満足したので、これからこのうね酢をぶち込んでいく。ぶち込んでいく。で、うね酢をこれからね、煮込んでいくんですけど、最初は、そのお湯でね、煮詰めるつもりだったんですけども、お肉って、ビールで煮込むと、より柔らかくなるっていうのは、前の動画でね、やったのを思い出したので、今回ですね、急遽変更しまして、ビールで、クジラのうね酢を煮込んでいきたいと思います。ということで、今回は、このエビスビールを4本、準備しました。この4本で全部で2リットルになるので、この2リットルを鍋の中に入れます。いやいやいや、エビスビール高くてもったいないよっていうコメント絶対あると思う。ただね、言わせてくれ。なぜか知らんけど、このエビスビールとプレミアムモルツとアサヒスーパードライ、これがね、値段がほぼ同じだったんですよ。エビスビールが安くなったのか、他のビールが高くなったのか、ちょっとね、俺には分かんないんですけど、もしビール事情に詳しい方いたら、ぜひコメントにください。ちなみに、金麦とか、淡麗っていうのは、あれはビールじゃなくて、発泡酒です。ということで、ビール生きていきましょう！わー、ビールの匂いだ。これもともとビールダメだったんですよ。でも、去年ぐらいから、もうさすがにね、この年になって、ビールはダメっていうのはね、やっぱちょっと、失礼かなと思いまして、ビールが飲めるように、まずシャンディーガフからね、練習したんですよ。そして、だいぶ、ビールがですね、飲めるようになりました。はーい。美味しいです。火をつける前に、クジラのうね酢を入れますと。よし、ちょっと。やばい。全部浸からないぞ、これ。いっか、これね。今回油をね、なんとかしたいんで、油の方を下にして、煮込めば大丈夫でしょう。火をつけます。泡がここに密集してるんだろう油の中を炭酸が通ってこういう風に出てきてるんだ。へえ、なんかそんな感じ。ほら、油の繊維を通って
炭酸だからここに密集してたのか。ある程度火が通ってきたら弱火にして蓋をしますと。でこっからね1日後見ていきたいと思います。24時間グツ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 弱火でコトコト煮込んだ、クジラのうねす見ていきたいと思います。言うてまだ24時間なんでね、今までと比べたらね大したことではないと思う。でも今回ビールでやってるんでかなり柔らかくなってると思います。ということで見ていきましょう。はい、うわー、うねすの部分ってほぼ油なんですよ。なんでほら見て、めっちゃ油がほら浮いてる、わかる？だからこのねクジラのうねすの油が相当出たんですよ、これやば。こんな感じですね。プルーンプルーンってなんの。え、プリンみたい。あ、でもこんな感じ、断面図めっちゃプルンと。あちーん、クジラのうねすビール煮込みでございます。え、もしかしてこれさ、箸でうねすの油切れる？切れる！おお、ほら見て、切れるよ油が、ほら。へえ、いただきます。あ、重っ。牛肉のさ、脂身あんじゃん、あのビーフシチューとかの煮込んだやつ、あれの味がする。めちゃめちゃ噛み切れて美味しいんだけども、こんなにいらないな。うねすのこの肉の部分からかじります。肉の部分はなんかビーフシチューのあの肉の部分食ってる感じ、餅食ってるんですかみたいな見た目になるからね、初見の人から見たら。うん、こっから上だね、肉の部分だけ食べるのが一番いいかも。うん、30の俺にはきついかな。多分これが20代前半とかだったら脂身がすごいけどいけるよみたいな感じなんだろうね。ぜひ20代前半の方真似してみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。質問コーナー、お悩みコーナーをインスタライブの方で、やりますので、そして LINE アカウントできたので動画概要欄からチェックお願いします。動画見てくれて Thank you、 登録ポチッと、イエイイエイイエイ。